ゆく育ったね。育ったね。育ったけど左の。初夏会あります。少し前は歯がよく抜けていたのですが、最近は抜けている感じがないです。でも衣装ケースをかじるのに精を出しています。ブラッシングしようと思ったのですが、ブラシが欲しいみたいです。僕は新しいもの好きなので困ります。待て、あれ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 、誰かの帽子、メッツって書いた帽子と子供用のグローブが忘れています。これは今日遊びに来た子が忘れたのかも。メッツ、同じ人のかわからないけど置いとこう。ちょっと早い、あれサッカーボールの忘れ物だ。ちょっと今日は休日だったかな。あ、こんなところに誰かの何かが落ちてる。なんでしょう、これ誰かのなんかスパッツかわかんないけど。僕もサッカーボール欲しい？今度買ってみる？サッカーできるかも。女子サッカー。あれ、ふぐちゃん見て、サンタさんが倒れてる。行き倒れサンタだ。ふぐちゃん残念だけど、それはちょっと置いていこう、持って帰られない。サンタさんまだいるわ、まだ倒れてる。なんで掘ってるの？そこに埋めてあげるの？いいよ、福ちゃん、大丈夫。お家帰ろ。早く。あ、待って、福。待って。スズメバチの巣がある。あれはきっとスズメバチの巣だ。ちょっと待って、福、待って。鳥の巣かと思ったら、ここはちょっと夏とか歩くの危険かもしれません。留守でしょうか、今は。ダメ、よくそれダメ。え、ダメ。ダメよ、ダメ。領収書だ。メロンパン、食パン、トロピカーナ。480円請求されました。おうち。トイレするの？おうち。